令和の競馬、ジジイパラダイスだった、に対する視聴者の反応集。地方？今日のメインレース。田豊が相対的に若手。札幌、竹豊、55。小倉、横山のりひろ、56。福島、吉田豊、49。旧時代の扉定期。逃げの吉田豊は油断禁物。なお福島メインの2着。多分20年前って言われても小倉乗りに違和感持つくらいで信じると思う。札幌と小倉の機種が逆なら 100% 信じる。本日のメイン1着はサメカツが生まれた時にはもうみんな G1 取ってたという事実に震える。お重長さんの引退レースみたいな言い方でくさ。乗りさんは大体メインレースにしか乗らないから。今日も3レースしか乗ってないし。その3レース全部掲示板内でメインは勝ってる？嘘でしょ。今年12勝、うち10勝4。横山のりひろ今季12勝のうちの10勝の数。京成杯、中山記念、東京優春、中京記念、ニュー。父エクイ、ダノンデサイル、父モーリス、マテンロースカイ、父エクイ、ダノンデサイル、父モーリス、アルナシーム。誇張抜きで日本人騎手で一番うまくモーリス3区乗りこなせるおっさんだと思う。平均年齢だと福島が抜けてひどいぞ。札幌メイン、白樺ステークス、平均39歳。1着、竹豊、55。2着、サメ島勝間、27。3着、浜中すぐる、35。小倉メイン、中京記念、平均37歳。1着、横山のりひろ、56。2着、杉原誠、31。3着、西村敦也、24。福島メイン、ジュライステークス、平均 48.7歳。1着、吉田豊、49。2着、柴田義富、57。3着、田辺博信、40。相談役の西安家。平均アラフィフはもうどうなってるんだよ。ベータナが若い方に入ることあるんだ。いくらトップジョッキーの面々が夏休み入ってるからって無法じゃありませんかね、このおじさんたち。7月入ってからの重賞ジョッキー。七夕賞、戸崎、44。プロキオンステークス、竹豊、55。函館2歳ステークス、大輔、20。函館記念、岩田父、50。中京記念、のり、56。佐々木くん以外の若手どこ？いやマジで旧世代の扉がバガバすぎるんよ。わい、トップジョッキーが放牧やし若手が奮戦するかな。ベテランおじさん、やあ。まあそれもそうか。道中行かせて前を見つつうちでじっとしといて。3、4コーナーで隙間を塗って外に出て抜け出し逃げ切り。ノリさん上手すぎる。ノリさん最年長重賞勝利記録更新です。この前更新したばっかりじゃない。刻んで更新しすぎやろ。全盛期かよ。ノリさんが調教から熱心にアルナシームに乗り込んでいたからね。思い入れもあるのだと思う。これで朝日杯 FS 組からはまた新たな重賞馬が誕生した。胴船も後に続いてほしい。お堂の制した朝日杯掲示板入りの馬たち、全馬重賞制覇達成。おっさんでもやれる。21朝日杯 FS。1着ドウデュース、ダービー、アリマ。2着セリフォス、マイル CS。3着ダノンスコーピオン、NHK マイル。4着アルナシーム、G3 勝ち。5着ジオグリフ、サツキショー。6着東進マカオ、G3 勝ち。7着ドウブネ、リステッド勝ち。8着プルパレイ、G3 勝ち。9着プードジボン、リステッド勝ち。今年に入って、ドウブネ中山記念2着。プードジボン京都金杯3着。とだいぶ惜しいとこまで来てるんよね。ノリさんが最年長記録を更新するたびにそれを抜くために豊かの現役が伸びていくシステム。なんなら、最年長ダービージョッキーを取り戻すまではやめられないって心に決めてる可能性も高い気が。まあ最新のダービージョッキー、つまり現在のディフェンディングチャンピオンだからこれくらいはやるだろう。令和平成ですか今？メインじゃないけど小牧パパ、56、も勝った模様。小倉12レースは中央最終騎乗の小牧太し？小倉最終で太しまで勝ったから 5G の現役4人全員馬圏内だぞ。今20年ぐらい遡ってる？北は 5G 竹豊がメイン勝利で暫定札幌リーディング奪取。東は東の豊か49歳がメイン勝利。2着には 5G の相談役。西は 5G のりさんが重賞勝利。3
最終で今週中央最終騎乗の 5G 小牧太氏が劇的な勝利。とんでもない週末だった。見応えしかなかった。中京記念、小倉競馬場、に頭がバグった。今回収中だったっけか？阪神が工事、中京に振り替え、中京国士を避けるため小倉と中京の開催地を入れ替え、中京記念、小倉。サマーマイルシリーズ、1800メートル、という副題も相まって、レース名表示が愉快なことになるやつ。あの童顔でやんちゃで元気ブリブリなアルシャンもついに重賞ホースか、感慨深いな、後方フォロワーズら。アルナシーム、トースポハイの大暴走から本当に根気強く使っていって、着実にステップアップしていくのは応援してても楽しい。たけしのインタビューバフ、一生の憧れ、継続中。たけしの父親と呼ばれる状態にしたくともまだ現役で記録を伸ばし続けているのが怖い。ダービーの時もカズオがたけしに、俺たちの親父はすごい、って言ってたらしいじゃない。こうも憧れてくれてるなら頑張っちゃうよね。